どうもタブヤンです。三国志6続きやっていきたいと思います。193年10月、前回孫権軍と戦いましたがね、こちら調査を見事、奪いましたが、武陵もね同時に攻めたんですが、なんとこの劉燕がね孫権とも同盟をね組んでいたらしく、この玄関が自らね援軍に来て致し方なく退却しました。1勝1敗。さあ今回もう一度体勢を立て直してね行きたいと思います。まず我が国のね方針をしっかり決めたいと思います。今回のね、資金はね一番我が国が多いので、金13,000、兵糧70,000十分ありますので、これはねもう国力を生かしてどんどん攻めましょう。はい、時間を置かずに攻める。まあ孫権の国力金4,000、兵糧12,000、徴兵ももうほぼマックスまでやってますので、ここはもうね国力で攻め込みたいと思います。劉燕もこれ金兵糧結構ないんだよね、苦戦してるんですよね。まあ兵力の半分をねこの永安に、永安ってこうすごいねこの蜀の東の玄関口になってますよね。ここさえ守ってれば劉燕はね一番最重要ポイントですよね、この永安ね。まあ劉燕と戦う前にまずは孫権をね、滅ぼしましょうということで、今回攻め込むのはねこの孫権が慶陽にいるんですよね。まあ、武将の数が少ないですけど、そして霊陵に関東、それから劉都と言いますが、ここ行きましょう、霊陵。まあどうせ孫権とか援軍で来るかもしれないけど、ど真ん中の霊陵をさえ取れば、本陣との輸送路がねなくなるので、まあ、こっちが本陣だとすると こっちの国がねこの武陵が兵糧切れでまたね兵糧攻めできると思うので、その作戦でいきましょう。まあその兵糧切れになった時にすぐ劉燕が攻めてくるっていう可能性もあるけどね。劉燕でも人徳73もあるの、うそー、信じられないよね我が軍の人徳、私の人徳は59、もっと上げていきたいですね。人徳70ぐらいまで上げたい。さあそういう作戦で、そして具体的な方法ですけども、徴兵がねまだ徴兵余力が5万ありますので、しっかり徴兵すること、そして前線の武将のね気力が結構ほら気力が下がってるので、これを回復しつつもうね国を挙げて戦いますよ。後方の国ね、新武将29名以外の武将がね我が軍も増えてきましたから、周瑜以下ね、準優以下、武将たちを適切に配置し直したいと思います。そして孫権攻めてるんで、後方もね余裕を持たすわけにはもう余裕がない。ただねちょっと気になるのがこちら、会計を見ると陳旗を一人でやってるんですけど、開発していると治安が100だったはずなのに下がってるっていうのね、こういうのがあるので、
方針として後方の国は3名体制で、配置し直したいと思います。そしてこれどうかな、気力残ってるよね。あと他の国もね、あ、気力100、うん、残ってると思うので、そのあたりを生かして、これ内政治療商業とかが100だと気力がなんかもう落ちないみたいですね。だから治安が下がった時に、事故した時だけ気力が下がるみたいなので、気力十分なので、後方の4国で、徴兵をして、そして、前線にね兵を移動するということをね、やりたいと思います。できるだけ早くですね。まあ 3,4 ヶ月でその、準備をねできればと思います。さあ、そしてこの調査を前回取ったことによって、もうちょっと分かりやすい、こっちの方が分かりやすいかな、勢力地図で言うとここを取りましたので、このね5番隊の効果と、私のいる本陣思想再層ね、再層が敵と隣接しなくなりましたということで、1番隊から5番隊まで全部隊を考慮と調査に、集中したいと思います。ここは人口少ないんでね、徴兵せずに後方で徴兵して集めると、口で言うのは簡単ですが全軍大移動、行くぞ。タブヤン様、周辺の動きが慌ただしくなってきたようですぞ。どういうことだ。軍機、え、どういうこと、どういうこと。武良の孫権軍約9000が殿の支配する調査に向かっているようです。なんだと、まだ準備できてないぞ。ここは霊竜は孫権の支配下です。で、ここは慶応の孫権軍は殿の支配する調査に向かっているようです。なんだって。兵士数4万、分団長郊外、やばいぞこれ。どうすりゃいいんだ。軍議ってなんだ。援軍派遣、どの都市に援軍を送りますか。まあ調査に、ああ考慮から、うそー、気力足りてる。さあ防衛戦だ、誰が行く。やはり前回休んだ4番隊ね、守備してくれていた4番隊で行こう、行くぞ。さあここで4番隊を紹介しましょう。こちらムーンサルト隊長以下4番隊、将軍に任命された死の運転と書き、デッドドライブ、武力96、ボラチョ武漢、石のボール、文武両道の文漢、内政担当は姫家です。そして軍師もできる最年長諜報担当、この人がいなければね情報収集はできないと言われている富三郎をメンバーでいきたいと思います。水軍を思いっきり使ってね、いきましょう。もちろん軍団長はムーンサルト、三軍は姫家でいきたいと思います。防衛戦いけー。援軍要
生とかもあるのか。でも龍炎とは遠いしね。龍炎はどっちにしろ信用できないからね。軍議終了。凶王の軍勢が馬頭領の天水に攻め込んだ。また馬頭が異民族に攻め込まれております。おっと、増援軍の数は4000、9000。情報通りか。調査に敵軍団が侵攻してきました。タブヤン様いかがなさいますか。規模が低いんだよね。兵士もちろん迎撃で行こうか。衝動作戦って何なんだろうね。兵糧攻めっていうことかね。迎撃ですね。迎撃。さあこれ兵士が足りない。タブヤン本当はね、私自ら行くぞ。本当は2万まで行けるんですけどね。これ厳しいな。私の初陣だ。さあ三軍、ここはブチ軍師で行くか。行くぞ。初の防衛戦。何事も経験だ。さあどっから攻めてくる孫権。ん？あ、ここか。郊外が総大将ですよね。総大将を倒せばその退却させることができるんですよね。郊外。他には総兵力4万5000に対してタブヤン軍4万3300。あ、テイフ病気なのこれ。健康軽症、怪我を押してきましたか年寄りめ。あ、孫生おじさんだ。孫生おじさん武将ファイル、孫権の弟ですよね。孫権の守護は老いの孫策を補佐する。うん、でも全員将軍なんだね。あ、孫策来ました。19歳、孫権の長男孫策。初陣ぐらいなんじゃないか勝敗王。後継ぎですね孫権のね。でも若いからパラメータが低い。今のうちに倒しておくべき敵ですね。孫策は成長すると怖い。そして朱智38歳。おお、もうちょっと強い。名前は有名だけど評価が低いですね。うん、朱智 OK。 私の作戦はまあ、私は待機して本陣を守っておきましょうかね。はい、臨戦態勢で待機。そしてトラキチイカ全軍。あ、総大将を打ち取れね。わかりやすい。よし行け、全軍総大将を打ち取れ。さあ行け。それがしの力を見せてやる、うん、ただこれ地上戦になりますね。そして敵が頑張るぞってのんきな。これね、
敵がね、私を狙ってきた時に耐えられるかっていうね。おっと、各地で戦いが起こっている。すれ違った。それがしが来たからにはタブヤン軍などひとひねりだ。出た、相手の援軍の方が多いぞ。士気が上がった。我が軍の援軍はまだ来ないのか。援軍来なければ遅れると私やられてしまうぞ。このまま続行だ。行け、ムーンサルトを信じている。さあ郊外、私のところにも敵が迫っている。やばい、耐えきれるかこれ。ムーンサルト到着間に合うか、ムーンサルト。味方の軍勢到着。トメさん、敵を殲滅だ。敵部隊を殲滅せよ。追撃、通常攻撃。こいつだな、テイフ。行け猛進。ここは順番に落ち着いて指示しよう。意志のボール、意志のボールは計略だな。殲滅つ、あーっと計略できないかな。かけ、ここだ駆け逃げ。そしてデッドドライブ来た。デッドドライブ、伝令、追撃、突撃ですね突撃。ここだ。あー、孫策に行くか。孫策に突撃だ。急いでくれ。そしてボラーチョ殲滅。誰に行くか、突撃ボラーチョ部隊、ここだ。テイフに突撃、行け。そしてムーンサルト隊長殲滅。とりあえずそうだね、ムーンサルト隊長は後方から突撃してやってくれ。こいつだ、孫生おじさんをやっつけろ。何これ、偽伝、偽の伝令。姫か、姫か、敵を混乱させる、敵を、主地を混乱させろ。頼むぞ、ヒヤで、あ、狙撃。さあそして工場戦、郊外だよね。どう料理してやるかこいつ。武力85、まだまだ血気盛んな有能な武将ですよね。我が軍この攻撃陣で知力が一番高いのは誰もいないね肉弾戦得意、肉弾戦だよなジョニーが知力も結構高いんだけど、それほど高くないからな。僕はせんべい部隊長に、計略、あ、挑発ね。あ、行
騎打ち、一騎打ちする。もうちょっとこっちの兵が減った方が、この上2が減ってるから一騎打ち狙うか。ジョニー対郊外行け。で、行軍方法ちょっと臨戦に全部変えておきましょう。守備力上がりますからね。めんどくさいけど、めんどくさいけど臨戦で命令臨戦で、ラルが追撃、突撃だ。ラル行け。さあ行こうか。緊張の一瞬、退却しろと言ってきたり進めと言ってきたり、どれが本当なのだ。ああ、シュチが混乱してる。姫か、ナイス。シュチを混乱させております。誰かジョニーの相手になる者はおらるのか。貴様など相手にしてる暇はない。郊外断ったか。さあ、そしてこっちはどうなってる。みんな助けてくれ。よし、今じゃ火を放って、うえよし、火がついたよし、いけいけいけ。ああ、私の火、私にも火がかかってる。石のボール、風向きを考えろ。あ、タブヤン風将、総大将が逆ずつくかっけー。これ一騎打ち見てる場合じゃない。かっけー、誰か消火しろー。なんてことだこれかっけーの恐ろしさを経験したな、これ。郊外一騎打ち行く、忙しいなどうなってる、やばいぞ。3日間長いな、やばいなこれ。あー、私怪我してる。偽電、偽電を、これ兵力は主治に偽電だ。私主治武士軍師頼むぞ。ヒアはダメだな、狙撃だ、狙撃。足止め、こいつだ、やばいねこれ。っていうかさ、トメさん、トメさん計略、挑発してもしょうがないしな。足止め、足止め、トメさん興奮方法臨戦に変えろ。わー、緊張してきたなこれ。勝てるか。興奮方法臨戦に変えて、ボラーチョ頼むよ、なんとかしてくれ。そして我が軍のムーンサルト、ムーンサルト軍兵力8000、孫生に突撃ね、 OK、 いいでしょう、うん、これでいい。あ、もうし行軍方法だけ臨戦に変えて、みんな臨戦に変えろ。石のボール、行こうか。これ同じ場所に行った方がいいんじゃないのかな。ねえ、あ、でもこのままでいいか。頼む。主治混乱してる。行け、足止め。よし。政府の部隊を行く手を阻む。どうなってる。そして敵の総大将をやっつければ勝てるはずだ。どうだ。よし、
郊外捕らえたり、敵の総大将を捕らえたぞ。敗走する敵もちろん追撃だ。いけ、虎吉が帝府の部隊を追撃、せんべいは孫作、ジョニーは孫作を追撃、ラルは孫生追撃、ムーンサルド孫生、レッドトライブ周知、ボラージョ周知、孫権の周知が負傷、トメさん追撃、イシノボール追撃、虎吉が帝府を捕らえた、ジョニーが孫作を捕らえた、ムーンサルドが孫生を捕らえた、ボラージョが周知を捕らえました。よーし、危なかったー、守り切ったぞ。捕らえた武将ね解放です。ここは我慢です。我慢の解放で郊外ね、捕虜にしたいな郊外2回目ですよ郊外いやでもここはね、人徳をあげましょう。解放だ、帝府も解放。最後に捕まえたらいいんですから。タブヤンドヌとは敵としてでお会いしたかった。では孫作またな、孫生おじさん継承解放、周知解放、皆には心配をかけたがようやく体が回復したわい。ああよかった。家計って怖いもんですね自ら分かりましたね。みんなよくやってくれた。さらに増員しないとダメですね。敵の状況を見ましょうか。おお、兵力下がったね。総兵力は6万、我が軍は23万、圧倒的だ。しかし滅ぼすまで安心はできない。そして人徳65まで上がりました。どんどん上げていきたいですね。さあ準備の続きをやりたいと思います。またか、軍師、周辺の勢力が進軍。今度はどこだ。劉表か。上陽の劉表軍は殿の支配する高陵に向かっているようです。兵士数は3万。なんだと、援軍派遣か。どうする、援軍要請。これ劉燕助けてくれるのかどうなんだこれ。これ両方いけるのかね。3万だったらでもなんとかなりそうだけどね。どの都市に援軍を送りますか。今度は高陵に援軍を送ると。送ろう。さあ、各大からねよりすぐりの武官を集めて、今回はジョニー本店に防衛隊長を任せる。ブチ軍師を連れて行ってきてくれ。援軍要請。あ、やっぱりできない、劉燕には。あ、そう、ここを押して、あ、できる、劉燕に援軍要請。劉燕殿は殿との盟約に従い来燕の願いを快諾してくださいましたわ。茜、ありがとう。劉燕、今度は助けてくれるのか。どうなる。王今日はどうでもいい
呂布が円を攻めている。あ、曹操の奪い返す。これ呂布、曹操耐えきれるのか。呂布耐えきれない。呂布は城に攻め込む。どうなる。呂布の勝ち。曹操はもう劉表を攻める余裕はないでしょうね。呂布と一進一退、劉燕の軍勢が異民族に攻めた。帝位に攻めましたね。お、帝位に勝ってそのまま攻め込む。異民族を初めて従える。おお、劉燕軍が帝位を打ち滅ぼしました。初めてだね、異民族に勝った国っていうのは。さあ劉表の軍勢が攻め込んできた。敵総大将は細胞、部隊数4、その数約3万。もちろん迎撃だ。行くぞ。さあこの5人で行こう。4番隊5番隊の合同軍だ。ムンサルト総大将3軍トメさんに発揮してもらいましょうか。知力95、トメさん。さあ行こう。劉表軍総兵力39,500、敵総大将確認。細胞武将ファイルで確認だ。武力64、劉表配下の将、慶州の豪族の出、劉表の蔡夫人の弟、まあ、親戚になったっていうことかな。有名ですね、細胞ね。あの劉表軍の水軍の指揮を任され、水軍が得意なんだよねこの人。しかしここには川ぐらいしかない。他には蔡君武力53、高祖武力65、武力40、それほど強いやつはいないな。どうしようか。まあ劉燕軍をちょっとうまく使いたいよね。ということで全軍待機を任命声が大きくなった。命令する。さあ待機だ。各部隊配置につけ。デッドドライブ少し前に出ろ。 OK、 待機しろ。 M 回。さあ敵はまあそうなるよね、細胞以外は前に来る。かかってこい。コースト、ここは待機かな。待機。さあ来たぞ。応戦しろ。屋根応戦。戦闘開始。守れ守れ。いつまで待てばいいのだって言ってるちょっと待て。おい、援軍到着。援軍部隊に命令する。敵の総大将を取ってこい。いやでもここは挟み撃ちにするかね。追撃だ。そして突撃、上に本店。
サイ君に突撃。ヒロノフ突撃。我が軍の方が能力が高い。みな突っ込んで。突撃だ。行け、挟み撃ちにしてやれ。M回殲滅、敵を殲滅しろ。ここは防衛部隊は通常攻撃でいいぞ。ゾクゾクするな。いけい。通常攻撃だ。ムーンサルト、その場で待機して、ん、待機でいいんじゃないこれはね。偽伝だ。サイ君を惑わすことなんか造作もないって言っていけるんじゃないか。さあ行こうか。全軍移動しろ。行動だサイ君。あ、混乱しませんでした。くそ、交戦混乱。挟み撃ちにしろ。我が軍の方が多いぞ。兵力6万。いけいけいけ。突撃が効いているぞ。高層の部隊全滅。あ、退却したか。逃げられた。高層の野郎め。それにしても劉燕は遅い。あ、玄関来た。劉表の軍勢などこの玄関が一掃してくれよ。やっとか。遅いんだよ玄関軍。あいつ総大将倒してくれよ。頼むぞ。あ、これ敵部隊を殲滅しようにしろにしとかないとあれなのか。敵部隊を殲滅せよならば、方針に従い行動せよか。これが一番いいんじゃない。じゃあ次の敵部隊を殲滅せよにすると自動で動いてくれるんじゃないかな。誰という指定をせずにね。そういうことか。一つ勉強になったぞ。ややこい、舞台が多すぎるんだよこれで待機じゃなくてこうすればいいんだ。オッケー、次からそうするぜ。いっぱいいるなおいめんどくさいな。待機するんじゃないよ。もう次からこれでね、待機することはないですから。3人もいるのが。メロペン、もう自分で自律的に動いてほしいよねこれ。うん、これでそれぞれ良きにやってくれ。頼むぞ。私の手を煩わすんじゃないよ隣にいるやつをやっつけてくれ。とりあえずな、行け。まだ指示してないやついたかな。大丈夫か。さあ、スコーコーしてる間に動いてないのか。おい、あ、ゆっ
くり動いてるな。もっと猛進でいけよ。光線の部隊全滅、捕らえたか。よし、捕まった、捕まえた。サイ君はトメの流した偽の伝令に混乱。よし、いいぞいいぞ。まだ退却しないのか、サイ君。よし、捕らえた、ポンタが捕らえた。そしてあとはもう総大将のみ。いやー、そうそうたるこの舞台ですねもう誰が誰かわかんねえけど、いけいけいけ。もうこのままでいい、そのままいけいけ、どんどんいけ。士気は落ちまくってるぞ、やつの。もう退却するだろう。ああ、退却した。勝ち時を上げろ。劉表明、攻めてくると思ってたけどね、やはり攻めてきた。しかし劉炎は使い方次第だねまあもちろん解放しよう。まずは解放して人徳を上げることだ。人材はこちらにはいっぱいいますからね。王教の勢力は滅亡。おお。あ、王領となった1年がけ、忘れてた。関数もう解放しよう。もう一度登用してみるか。関数政治82、どうだ。貴様の首と引き換え。おお、そうですか。最後まで首を縦に振らなかったと。斬首だ。関数惜しい人材をなくしたな。北海の主春が早々についた。引き抜きですね。洛陽の課金が早々についた。おお、さすが曹操のところには人材が集まるんですかね。孫権も何かしら動いている。劉表と孫権が同盟、嘘だー、それはやばい。劉表と孫権が同盟結ばれるのはきついね。タブヤン軍包囲網がなりましたか。いまだ人事異動でね、手こずっておりますが、後方でね、徴兵してますので、今しばらくの防衛ですね。ということで今回はここで区切りたいと思います。本来はね、この霊陵を攻めようとわー思ってたんですが、霊陵も兵力増えてるけど武将がいないからね。いくら10万の兵があっても武将が2人だったらね、落とせると思うので、次回もお楽しみに。さよなら。